岡部。どうした？やっと甲斐が出た。電話レンジの仕組みのことよ。解明したのか？あくまで私が分かる範囲で導き出した仮説だけど、今話してた LHC とも大きく関係する話。LHC は世界一大きな電子レンジである。そういう例えを挙げたのはお前だ、クリスティーナ。そう、その通りだった。予想は間違ってなかった。電話レンジはとんでもない化け物よ。こんな雑居ビルの一室に置いといていいものじゃない。もちろんネガティブな意味で。具体的に説明してもらおう。電子レンジってもともとはレーダーの研究の結果偶然生まれたことは知ってる。発生する電磁波の周波数は 2.45GHz のマイクロ波。電話レンジに使われているのは業務用の強力なやつだから、出力は1500から2000ワットくらいある。で、ここからが重要。確かにダルの設計図によれば、電子レンジと携帯、2つの機器に共通する電磁波を飛ばすためのリード線はマグネトロンの陰極と陽極にそれぞれ結線してある。どっちも電波を使うことに関しては一致している。それがどんな範囲でどんな強さで影響を及ぼすのかはちゃんと調べたわけじゃないし、私は専門家でもないから想像がつかないけど、仮に携帯電話を踏み台にして周囲何百キロっていう広範囲に影響を及ぼすような軍事用電磁波が撒き散らされたとするなら、秋葉原どころか東京が丸ごと電子レンジの中と同じ状態になる。中にいる人が死に至るまでの時間は体重差にもよるけど、平均しておよそ3分。マジ？じゃあ電話レンジって大量破壊兵器ってことじゃね？あの電話レンジの中で起きてることを教えてあげるわ。レンジ内の目に見えない水素に対し電磁波のエネルギー順位が上昇する。これは通常の電子レンジの機能。そこに携帯電話の拡散型電磁波が加わることによって、レンジ内のあらゆる素粒子が衝突を繰り返すごとに質量を増していって高速に近い円運動を始める。それはいわば加速器のようなもの。加速器？じゃあ LHC がミニブラックホールを生成するために作られたのなら、やはりこの電話レンジカッコ仮もミニブラックホールを生み出している。こんなに安定して動作しているのが奇跡。ただまだわからない点があって、ミニブラックホールが生成された
としてもそれは一瞬で蒸発してしまうはずなの。でもこの電話レンジはどうやらそうじゃない。バナナや唐揚げがジェリーマンになっていることからそれは明らか。 LHC と同じようにミニブラックホールはカーブラックホールに変化している。タイターの理論によれば、ミニブラックホールにカーブラックホール効果を生み出すためには電子注入が必要だった。その注入される電子がどこから来ているのか、それがわからないの。 LHC はリフターによってブラックホールに電子を注入して重力場をコントロールしていた。リフターに代替するものがこの電話レンジのどこかにある。どこかって。だからわからないのよ。LHC とは何か復習してみる必要がありそうだな。LHC はラージハドロンコライダーの略だね。和訳すると大型ハドロン衝突型加速器ってところかな。ハドロン？素粒子の名前で、こいつはフランスとスイスにまたがる形で作られた円形の巨大地下トンネルで、全長は約27キロ、地下100メートルの深さにある。トンネルの中には2本のリングが通ってて、リングの中は超低温の真空状態なんだお。つまり宇宙環境を再現してるわけ。マジ燃える。陽子の加速は隣接する施設から線形加速器陽子シンクロトロンブースター SPS で段階的に加速されて、最後に LHC に注入され敷き詰められた超電導磁石による最後の加速を行うんだ。最終的には高速の 99.999991% にまで達するを。 LHC やばい。電話レンジほどじゃないけどな。でもって加速させた陽子を1秒間に10億から100億回ぐらい衝突させる。そこで起きる高エネルギー反応について観測するのが LHC 計画の目的って一応公表されてる。お嘘だったけど。そこでラボメン諸君に聞きたい。我が電話レンジカッコ仮によってセルンを出し抜き、物理的タイムトラベルは可能かどうか。問題は2点ある。局所場指定とリフター。局所場指定については前も言った通りだ。 D メールはきちんと指定先に届いている。検証もなしに結論を出すのは危険よ。リフターの代わりを担っているものについてはすでにあることは分かっている。その何かを見つければいいだけの話だ。見つけられるとは思えない。この小さな電子レンジの中を私たちはもう何日もかけて調べまくっているけど、ヒントさえ手に入らない。もし仮に見つけ出したとしても、注入する電子量の調整にはさらに膨大な時間がいる。膨大ってどんぐらい？セルンは9年をかけても解決できていない。ならば発想を逆転させてみよう。セルンは人間を物理的にタイムトラベルさせようとしたが、注入電子量の調整がうまくいかず得意点を裸にできていない。それはこの電話レンジカッコ仮も同じことだ。ゼリーマンにならず無事に送れるデータ量は
36バイトプラスアルファだけ。そこで逆に考えるんだ。一人の人間を丸ごとデータ化し、それを36バイトプラスアルファまで圧縮してしまえばいいと考えるんだ。そうすれば D メールと同じようにリング特異点を通過できるではないか。人間を丸ごとデータ化って、そんなことできるわけないじゃん。もしできたとしても、そのデータ容量、天文学的な数字になるんじゃね？それをどうやってたったの36バイトまで圧縮するん？バカなの？死ぬの？いいアイデアだと思ったんだが。そうか、それならもしかしたら。できるかもしれない。本気で言っているのか。少なくともデータ容量の超圧縮については簡単よ。 LHC で作ったブラックホールを利用すればいい。ブラックホールは飲み込んだあらゆるものを超圧縮してしまうんだから。圧縮するものが単なるデータなら、人間みたいに潰されることで命が失われることもない。人間のデータ化についてはどうするつもりだ。サイエンス誌に私の論文が載ったっていうことは知ってるわよね。なぜいきなり自慢を始めるのだ。その論文を読んだことは。ああ、その号のサイエンス誌ならスキャンして取ってあるを。論文のタイトルは、側頭葉に蓄積された記憶に関する神経パルス信号の解析。側頭葉？神経パルス？あれ？オカリン知らなかったん？いや待て、からかうのをよぞ。このタイトルは、物理学というより脳科学の分野では。脳科学専攻ですけど何か。いや、それはまあいいとして、それとタイムトラベルとどんな関係が。人間丸ごとのデータ化は無理でも、人間の記憶丸ごとのデータ化なら可能っていうこと。
タンスの引き出しの一つ一つには小さい箱がびっしり入ってるので、そのたくさんの箱の中にもさらに小さな小箱がいっぱい。そんな風に想像してもらえばいい。この研究単体だけじゃ岡部の言ったアイデアとは全然関係なさそうだけど、もう一つあるの。私の通ってる大学、ビクトル・コンドリア大学の精神生理学研究所がビジュアルリビルディング、略して VR 技術っていうのを何年か前に開発した。簡単に説明すると、ビデオカメラなんかの映像機器に映した風景の映像信号を神経パルス信号にコンバートする技術のこと。逆に神経パルスを普通の電気信号にコンバートすることもできる。で、この VR 技術と私たちの研究を組み合わせるとどうなると思う？まさか人間の記憶のデータか？それだけじゃない。記憶の移植、バックアップ、外部保存、そういうことができるようになる。つまり、お前はこう言いたいのだな。 D メールと同じ要領で被験者の記憶を含む脳内情報を光信号として取り出し、それを LHC で発生させたミニブラックホールを利用して超圧縮、36バイトプラスアルファのサイズにまでして、電話レンジカッコ仮で生成したカーブラックホールのリング特異点を通過させ、携帯電話を通して過去の被験者自身の脳に記憶だけをぶち込む。どういうこと？記憶だけの時間跳躍。物理的転送によるタイムトラベルと区別するために、仮にこっちはタイムリープと定義しましょうか。肉体を含めた物理的転送ではなく、記憶だけを過去へと跳躍させる。あまりに突飛すぎて誰もまともに考えようとしなかった方法。ポイントは、転送するのは記憶だけってこと。人格や意識についてはこれに含まない。どういうことだ？ SF 小説でよくあるタイムリープとは何か違うのか？ SF とかでよくあるタイムリープは意識、人格、記憶の全てが跳躍している。でも意識や人格まで含めるとデータ量は膨大になるだろうし、そもそも私の研究室が解析できたのは記憶の部分だけだから、意識、人格と記憶は別と考えて。記憶はコンピューターでいうところの画像データや映像データと同じ。それに対して意識と人格はいわば OS ということになる。容量ってことなら OS より画像や映像の方が大きい場合もあるじゃん。あくまで例えよ。そもそも人格や意識って未だにどこにあるのか、どんな仕組みでそれが成立してるのか、はっきりしないの。だからそれを
データ化して移植するのは少なくとも私には無理。記憶だけの場合、どんなデメリットが予想される？パーソナリティは記憶だけで形成されるわけじゃない。だから記憶を転送しても転送先の意識や人格に依存する。マインドーズって言うと、ビスタの入ってる PC で作ったデータを9号の入ってる PC にコピペするって感じか。最新の OS で作られたデータが旧式の OS でちゃんと動作するかはわからないわけ。何らかの不具合が出るかも。それに例えば小学生の頃の自分に今の記憶を転送した場合、記憶と肉体のギャップのせいで精神的な障害が起きるかもしれない。いずれにせよ、過去の自分の体に転送することが前提条件だという認識で正しいか。 D メールと同じように携帯電話を介して行われる跳躍だから、正確に言うと過去の自分の体で、なおかつ携帯を持ってる時点までしか跳躍できないと思う。それに飛ばされた先が同一人物じゃないと、例えれば電気信号がマッチングせずに弾かれてしまう恐れも。そもそも他人の体に入っちゃったら大変だしね。まあ僕的には可愛いおにゃの子の中なら喜んで入るけど。うへへじゃないわよバカ。弾かれるだけならいいけど、もしかすると深刻な人格障害まで起きる恐れがあるのよ。どんな結果になるかわからない、人類初の試みだから。はっきりしているのは、自分が生まれる以前へは絶対に行けないということ。自分が二人同時に存在することはないっていうこと。だからタイムパラドックスが発生する心配はない。自分が生まれる前に親を殺すことはできないの。携帯がブラックホールとホワイトホールの代わりということだな。俺だ。全ての点が一本の線でつながった。ああ、計画はこれより最終段階に入る。無論オペレーションベルダンディのことだ。クリスティーナにはまんまと騙されたが、彼女のラボメンカニオンは我らにとってまさにシュタインズゲートの選択通りだったというわけだ。案ずるな、うまくやってみせるさ。今の俺たちは無敵だ。エルフサイコンル。今言った通りだ、クリスティーナに。これよりオペレーションベルダンディを開始する。あ、いや、少しはどういうことか説明しろよ。お前の言うタイムリープ案を全面採用すると言っているのだ。ちなみにここまで俺をその気にさせておいて、脳内情報のデータ化はここではできませんなどとは言わせんぞ。まあ秋葉原ならパーツも揃ってるからなんとかなるとは思うけど。決まりだ。これはお前を作戦主任に任命する。俺やダルをこき使って構わん。人類史上初のタイムリープマシンを完成させるぞ。